思啊，我们今天呢、啊，2019年的北投温泉暨宗教活动呢，就在这个时间点啊正式开始。那在开始之前呢，首先，我们要朗读，蔡英文总统的总统贺电。台北市温泉发展协会及台湾亚太国际温泉旅游协会周理事长水美，各位贵宾及全体与会人士，息息于本日108年10月31日到11月4日举办2019年台北温泉暨道后壮神教北投祈福暨温泉飨宴泡汤券活动，特电致贺。自办借由此次乡盛会，创新观光品牌意向，体现温泉美食文化，行塑阳光旅游城市，携手为营造快乐和谐之友善社会贡献心力。祝祝活动圆满成功，诸位健康如意。蔡英文，中华民国108年9月19日。首都祝典，台北市温泉发展協会、台湾亜太国際温泉旅行協会、周住民様、各ご来院の方々にお伝えいたします。2019年10月31日から11月4日まで開催される2019年台北温泉祭り、土豪温泉鉢合わせ、米東期間祭りにつきまして、政府特別展望の形で開催を祝賀いたします。本イベントが盛大に行われ、観光ブランドの形の一つとして多くの方々に認知されることを期待しております。日本と台湾がお互いに手を取り合いながら、温泉地でのグルメ文化を国内外に発信し、観光都市としてのイメージアップを図ることで、日台両国の関係がより一層深まり、社会への貢献につながると確信しております。本イベントの大成功と皆様のご健康、ご多幸をお祈り申し上げます。蔡英文、中華民国108年9月19日。啊，真的是光阴似箭啊，这个四年啊，很快就到了啊，四年快就到了。